ネットで見つけた怖い話。第5498話、窓の外。窓の外。3年前、俺が小6の頃の話。小6の11月、俺らは修学旅行に行った。バスで3時間ぐらいかかったが、紅葉で景色が良かったので苦にはならなかった。1日目の午後、いくつかのミッションをこなし、夕方までにホテルに戻る、という判別行動の時間があった。買いたいものを買い、ミッションも終わって、ホテルに向かっている途中で道に迷い、ホテルとは逆方向に2キロほど、歩いていた。そして、見渡す限り一面墓場という不気味な地に迷い込んで、しまった、反の霊感が強い奴が、墓場で転ぶと霊がつくことがある、と、言うので、転ばないように一歩一歩踏みしめて歩いた。だが、不運なことに、藩の一人が転んでしまった。怪我はしていなかったものの、ひどく痛そう、だった。俺は、内心すごく不安になった。予定時間も大幅に過ぎてあたりもすっかり暗くなった頃、やっと、先生に発見された。ホテルに戻って夕飯の前に風呂に入った。風呂から、出ると夕飯の鍋が用意されていた。修学旅行の割には豪華だった。夜、消灯時間の後は階段や枕投げで盛り上がった。時刻は夜11時を回っていた。ふと、窓の外に見える建物に目をやった。その時、映画。なあ、さっきから気になってたんだけどあれなんだ?と言った。向かいの建物の誰もいないオフィスから、白い服の女性がこっちをじっと、見ていた。顔は蒼白く、凍っているかのように無表情だった。手を振ると、向こうも手を振る。無表情で、この時は、残業かな?大変だなぁ、ぐらいにしか思わなかった。しかし、なんだあれ、と映画叫んだ。向かいの建物を見ると、やはり白い服の女性がいた。だが今度は違う。首を左右に激しく振っている。視線だけはこっちに向けたまま。部屋は混乱に陥った。そんな中一人が倒れるように寝た。また声が上がった。また向こうの建物に現れたようだ。今度は最上階の倉庫にいる。やはりこっちをじっと見ていた。ようやく、向こうが増える法則に気づいた。どうやらこっちが一人寝るごとに一人増えるようだ。みんな寝るな。だが、一人寝て、また一人寝て、最終的に向こうは、隣の建物のさらに隣にまで出現し、7人に達していた。その時、見回りの先生が入ってきた。あ、先生、大変。俺らで先生に事情を説明した。しかし、何もいないじゃないか。そんなに気になるならカーテン閉じろ。と言って、先生は部屋を出て行った。とりあえず言われた通りにカーテンを閉めた。閉めたわ、いいが、何とも言えない視線を感じてむしろ怖い。仕方なく、カーテンを開けた。向かいの建物が視界に入った。いない。さっきまで7人いたのが1人もいなくなっていた。その時、廊下の奥から足音が聞こえてきた。コツ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 。まさか、見回りの先生は今来たばっかりなのに、足音は部屋の前で止まった、話し声が聞こえる。先生ではない。低く、不気味な声俺らは部屋の真ん中に固まった。俺は、初めて死を覚悟した。他の奴らも青ざめて震えていた。くくるなら来い。10分ほど経っただろうか。足音と話し声は消えた。みんな安心したのか、次々に寝た。俺は、寝れなかったのでしばらく起きていた。次の日、バスの中はこの話で持ちきりだった。ただ一つ、不思議だったのは、俺ら以外、誰も人が増えるのを見ていないことだった。ネットで見つけた怖い話。第5499話、ベッドの下。一昨日の晩のこと。ベッドの上で横になって、
PC でアニメを見てたら、うとうとし始めて、そのまま寝てしまったんだよね。夜中に足に違和感を感じて目を覚ましたら、トンパ色した手が俺の足首を握ってた。俺が、うわ、と声を上げた瞬間、手はベッドの下に潜り込んだ。ビビりな俺だがさすがに空き巣だったらと思って、気合を入れてベッドの下を覗き込んだ。思い切り歯茎が見えるくらいに歯を噛みしめた男が、そこにいた。バタバタ外に出て警察を呼んで、すぐに到着した警官と一緒に中に入ったが、人がいた形跡がないと言われた。あれは何だったんだろう。ネットで見つけた怖い話。第5500話。あ。何かいわくつきの 2LDK アパートに普通に住んでる。2万安い。最初は特定のドアが一つだけ勝手に静かに閉まる程度だったんだけど、1年前くらいからメガネの内側に前鏡の女性が映る。外すと急に、ざわざわ聞こえる。静かな部屋なのに会社の食堂にでもいるざわめきに混じって、あ、という女性の声が聞こえる。それだけですごく気持ち悪かったのに、最近は以前にも見えていた向かいのアパート。おうろついているような黒い影がこっちに来て途中で消えるようになった。消えるときまた。あ、という女性の声。アパート出たら普通なのにアパートにいるとほんの少しずつ変になる感じで不安。ネットで見つけた怖い話。第5501話、日本人形。前は規制がうざくて途中でやめてすまん。今回は短くて済みそうだから書く。転売を良くしてたのでリサイクルショップ。遺品買い取りもしてる。で日本人形が安いので転売してた。日本人形がいつも店頭にあるわけではないが、ある日久しぶりにお店に行くとあり、異様な雰囲気を漂わせてた。長年転売してると、市場やら相場を調べなくても感覚で売れそうって直感するようなオーラだった。でも、それとは別に不気味な違和感。とまるで俺が見つけたのではなく、人形が俺を呼んだような感じもしたので少し気味悪いので買うのを考えたが、結局安いので買って持って帰って出品した。はい、ここからは皆さんの想像通りだが、いろいろ起きたんだよね。夜寝てると夢に出てきて、なんか言ってるんだよね。聞き取りづらいけど、お前が、なんとかみたいなことをね。そして朝起きて、恐る恐るしまってあるクローゼット覗いたら、何もなってなく普通の状態。夢出る。起きて確認普通の状態が繰り返してて、夢では言葉が進行してるんだ。吐き声なかった。お前、直せ。お前、戻せ。お前、聞こえ。お前、体。結局そこそこの値段で落札されたので梱包して発送したのでその後は何もなかったが、何が怖かったかというと、最後梱包するときになんか気味悪かったのと、なんか、すごい怖い顔つきになってるような気がした。夢もあったのでそう思ったかもしれない。それと落札者にこれと対になるものを持ってるのですが、なくした方に?と一緒なんですよ。何かありませんでしたかと言われたこと。気味悪いので夢のことだけ言ったら、そうですか、ならいいですと言われただけで。後は、あやふやにされて交わされたこと。後味悪いのだが、何だったのか教えて欲しかった。結局金入金されて発送して終わり。何かあるか聞いたってことは何かあること知ってるだろうし、いわくつきなんだろうか?ネットで見つけた怖い話。第5502は、ヒロミ。霊的じゃないけど、うちの兄の名前は女っぽいんだがそれが原因で私が迷惑かぶった話。中1の頃、学校から帰ると家の前におっさんが立ってる。不審に思いつつ家の中へ入ろうとしたらおっさんがボソボソ小声で、ヒロミ、兄の名前借り、いる?と聞いてきた。いないと言うとブツブツ言いながらおっさんは帰って行ったんだが、
その後帰宅した兄に聞いてもわからないというし、ますます不信感が募った。だが翌日、学校から帰るとまたあのおっさんがいるではないか。じじいも昨日いないって聞いてんだから時間帯ずらせばよいものをバカじゃねえの？と思いつつ再びいないと伝えると。ところであんた妹？似てないね。とおっさんは軽く口叩きながら帰っていった。また明日もいたらどうしよう。と怯えながら就寝したその夜中。裏庭ですごい音がして。待てこらー。と父の怒号で飛び起きた。びっくりしながら庭に行くと例のおっさんが父に押さえつけられていた。わーわー言ってるうちに警察が来ておっさんは連行されていったんだが、後日警察が言うにはおっさん曰く、間違えた、らしい。ここからは兄の予想だが兄の中学時代同学年で、兄と同姓同名のそれは可愛い娘がいたらしい。おっさんはその娘の家と間違えてたんじゃないか？この事件が私の心に残した傷は、その可愛い娘に、似てないね、と PGR された自分の容姿。こんな気性おっさんのお眼鏡にもかなわない自分はお先真っ暗じゃないのか？としばらくかなりくぼんでいた。ネットで見つけた怖い話。第5503話、トイレ荒らし。ずっとロム線だった私にも、ついに書き込めるようなことが起こったので投下します。先週の月曜、職場で不可解なことが起こった。1階の女子トイレ、4階圏ね、に、広告をチリチリに破った紙吹雪みたいなのが一面に散乱していた。しかも、トイレットペーパーもあるだけ巻き取られてて、お物入れにぐちゃぐちゃに丸めて詰め込まれていた状態。まあ、誰でも出入りできるようなところだから、どっかの子供のいたずらだろうってことで一旦その場は落ち着いた。で、昨日の出来事。同じようなことが、2階の女子トイレでも起こった。子供のいたずらにしてはちょっと性質が悪いし、しかも2度目なのでじゃない全員で来場者に注意を向けようってことになった。もちろん、うちの建物に入るには受付のあるロビーを通らなければいけないし、誰かが入ってきたり、出て行ったりするのは当然じゃないの誰かが気づくはず。しかし、その事件が起こった時、特に怪しい人物が出入りしたのを見た人はいない。まあ、子供が何人か出入りしてたから、結果子供の仕業だろうってことになったんだけど。で、私の話になるのですが、先週の月曜も昨日も、同じ女性を目撃しているんです。一度目、先週の月曜は、トイレに行った女子社員がことに気づいたわけだが、そういえば会社に関係のない人を一人見たなぁ、と思いつつも、トイレを借りに来たんだろうと思っていたので、特に何も言わなかった。まあ、だいたいトイレを借りに来る人は一言、トイレ、貸してください、って言うんだけど、中には何も言わない人もいるし、その一人だと思ってたから。二度目、昨日は、二階の部屋を貸していた。体幹をやっている会社なので、企業の人が、帰りの点検作業中に気づいて申し出てくれて発覚。しかし、今回来ていた人は男性ばかりで女性は一人もいなかった。が、その中の一人がトイレに立った際、一人の女性を目撃したらしく。ああ、自分たち以外にも他の企業が部屋を借りているのだろう、と思ったらしい。で、帰り際に、当社以外にもどこかの企業用に部屋を貸しておられたようで、その企業の方だと思いますが、という申し出。しかし昨日は、その企業一社のみにしか部屋は貸していない。女性を目撃したという人に話を聞いてみたのだが、先週の月曜に私が目撃した女性と特徴が全く一緒だった。というわけで二度目、昨日は実際に私が目撃したわけではないが、多分二度とも同じ人物の仕業だろうという結論に行き着く。まあ、ここまでは特にシャレコアでも何でもなく、うちの会社に何らかの恨みを持っている女性の嫌がらせだろうってことになるのだが、本当に怖いのは次の2点。1度目、
二度目ともに、その女性を目撃したのは一人しかいないということ。一度目は私、二度目はトイレに立った男性。それ以外にそれらしい女性を見た人は、社内にもいない。会社を出る際に、4階から1階までの女子トイレを見てから退社する役目を、私が仰せつかったこと。生身の人間にしろ霊的な何かにしろ、本気でシャレにならないくらい怖いのですが。ネットで見つけた怖い話。第5504話、さまよう霊。九州の冒険での出来事。あれは、まだ自分が中学生だった頃。家はごく普通の平屋の一軒家。庭もついててそこそこ広くていい物件だった。立地もなかなかで、住みやすい場所だった。んで、この家で体験した出来事。その日母親と弟は地域のソフトボールの試合か何かに行ってて自分は家で留守番してた。今でクーラーつけてソファーで某有名な魔法学校の小説読んでた。本を半分くらい読んだ時だった。廊下からズルズルって何かを引きずる音が聞こえてきた。ん?と思ったけど飼ってる犬が玄関マットで遊んだりすることもあったからそれだと思ってまた本に視線を落とした。でもよく考えたらおかしいんだよね。犬の足音とか爪音とか全くしなくて。しかも犬は自分の足元で気持ちよさそうに寝てて。じゃあ何の音なんだ?猫でも入り込んだか?って思ってソファの後ろの障子の破れ目から廊下を覗き込んだ。ちょうどその位置から見えるのは廊下の曲がり角で風呂場の前になるんだけど、最初は何にもなかった。でもその何かを引きずる音はだんだん近づいてくる。何かやばい気がして目を離そうとするんだけど、体が動かない。本当にやばい、って思った時、ベタンって音がしてその廊下の曲がり角から血まみれで焼けたような人の手が、キャーって頭の中はパニックなのに声も出ない。その間にもその何かはこっちに向かってくる。ちょうどほふく前進の要領で、ついに頭が見えて、目が合った途端にやりって笑った。女だった。顔は手と同じように血まみれでところどころ焼けただれてた。ブートカーとか言いながらどんどん近づいてくる。ついに全身が見えて、はっきり言ってスプラッタだった。体が原形とどめてるのが不思議なくらい。もう本当に気持ち悪かった。動きたくても動けない。時間にしたら1分とかそんなもんだったのかもしれないけど自分には1時間にも2時間にも感じられた。足元で寝てる犬は何にも反応しないし、女がもう目の前まで来ててダメかもって漠然と思った。女が自分に向かって血まみれで焼けた手をすごい様相で伸ばしてくる。口の端からは血がごぽごぽ流れてるし、ところどころ歯とか骨みたいなのが見えてた。もう少しで自分が覗いてた障子に女の手が触れそうになった時、電話が鳴った。そしたら体が動くようになって、女も消えてた。電話取ったら母親の友人でさ。あんた今危なかったやろ?でかい子を一番に。何も話してないのにさ。今しがたあったことを話すと、聞かんでもわかるよ。だってその女さ今もあんたの後ろにおるけんね。背筋が凍ったよ。その母の友人曰く女のうめき声が電話越しに聞こえるんだと。それからあれよあれよという間に母親と弟が帰ってきて、その母の友人が電話で母親に何か説明してた。母親ももともと感じる体質らしくて良くないものがいるなとは前々から思ってたらしい。この女を見る前から自分も弟より少し小さいくらいの男の子を何回か見てたりとか、軍服姿で片足のない男の人とか、おじいさんとか見てたから、幽霊って本当にいるんだってこの時点で思った。母親も弟も感じるだけらしくて実際は見てないらしいんだけどあれは見なくて正解だと思う。
あの女空襲で亡くなったらしいんだけど、未だに自分が死んだことに気づいてないんだって。それで未だに助けを求めてさまよってるらしい。その後簡易的なお祓いしようと思って線香とか母親が買いに行ったんだけど、不思議なことに帰ってきたら線香だけ綺麗にないの。それも2回続けて。なんとか線香とか買ってきてお焚き上げしたんだけど、あの女だけどこにも行かなかったらしくてさ。結局その母親の友人が連れて帰ってお祓いしたんだって。ちなみにこの家、構造的に幽霊が入ってきても出ていけないらしくて霊の溜まり場になってるらしいよ。そしてにその家は現在もある。ネットで見つけた怖い話。第5505は、嫁気取り。二ヶ月くらい前の朝に堺社に行くんで家出て5分くらい。歩いた時に家に携帯忘れたのに気づいたんだよ。面倒だったけど結構毎朝早めに家出てるんで遅刻はないなと思って家に取りに帰ったんだけどさ、そしたら俺の部屋の前で、オンボロアパートの 1F。でなんか女がドアノブをガチャガチャって、いじってんだよと思ってよく見たら鍵穴に鍵突っ込んでる。相手が女だってこともあって俺も強気に、おい、何やってんだよ。手後ろで言ってやったんだ。当然びっくりして逃げ出すか謝るか、するかと思ったらゆっくりこっちを向いてニヤーっと笑って、何？忘れ物？とか普通に言うんだよ。また気持ちの悪い女で言ってみれば座敷女、みたいな感じかな。一応知らない人のために貼っとく。さらに驚いたのがその女が持ってる鍵で俺んちの部屋のドアが、カチャって開いたんだよ。もう俺ゾッとしちゃってさ。呆然としてる俺を無視してその女普通にドア開けて俺の部屋に入っていった。もう俺怖くなって二軒隣の大家さん夫婦の家に飛び込んだんだ。変な知らない女が俺の部屋に勝手に入っていった。なぜか合鍵持ってる。みたいなことを必死で大家さんに言ったんだ。そしたらさ、なんか大家さんの様子が変でさ。とか、どうしたもんかなー。とか老夫婦で顔見合わせてひそひそ話してるんだ。そんで夜消したみたいな感じで、あのね〇〇さん、俺、その人私たちの娘なんだよ。ちょっと精神的に病んでるところがあってね、以前も一度同じようなことを別の人にもやった。ことがあるんだよ、本当に申し訳ない。って言って奥からおばあさんの方が封筒を、持ってきて、これで勘弁してやってください。とか言うんだよ。俺は、金なんかいらないからもう娘さんのわかるところに鍵置かないでくれって言ったら、了承してくれて一緒に大家さんと一緒に俺の部屋まで娘を迎えに行ったんだ。言い忘れたけど娘って言っても40歳は超えてる感じだよ。で俺が大家さんと一緒に部屋に入って行ったら、その女テーブルの上に茶碗やら、湯飲みやらありとあらゆる食器を並べて、ご飯も用意できてますから先に、お風呂でも、とか言うんだよ。もちろん飯なんか作ってないよ、空の食器だよ。そんで親が、こらバツバツ子人様んちで何やってんだ帰るぞ。って手を引っ張ったら、急に女の顔つきが変わって歯を剥き出して、ギーとかって、叫び始めてさ、もう俺なんて耳塞いでしまったくらいの大声でさ。それでもなんとか親さんが娘を抱きかかえるようにして部屋から出してくれて、俺は、呆然自失の状態で食器を片付けようとしたらさ、茶碗やら湯飲みやらすべてになんか、小さいものが入ってるんでよく見たら、爪、なんだよ歯で噛みちぎったみたいな。もう俺気持ち悪くてもったいないけど食器すべて捨てたんだ、洗って済む問題じゃないと、思ったから、結局その日はショックで会社も休んでしまった。世の中にはいろんな人がいるもんだなって話。一週間で5ケージ痩せたわ。今日のオカルトスレ。凍えるほどに怖い話。簡単な霊能力を測りたい方。57。家族で旅行に行った時に、旅館の周りをブラブラ観光していたら荒れ果てたお地蔵様があった。
別に俺たちが掃除する義理もないので、そのままスルーしようとしたら、4歳の息子が急にゴミ拾いを始めたので、偉いぞ。と褒めて少しして旅館に戻った。夜息子が寝た後に奥さんと二人でビールを飲んでいたら、息子が寝言で、僕いらないからパパにあげる。と言っていた。昔誰かに、子供の寝言には話しかけたらいけない、と言われたのを思い出して、声はかけずに無視してそのまま寝た。朝起きて飯を食べている時に息子が、昨日夜にお地蔵様が来て目をくれると言ったけど僕は、いらないからパパにあげるって言っといた。と言っていた、あの寝言はそれかと納得した。チェックアウトをして帰りの駅に向かうバスを待っていた。そのうち遠くの方にバスが見えたが、そのバスに黒い霧みたいなのが絡みついていた。次のバスまで時間はあったけどなんか気味悪かったので次に乗ることにした。そして駅までのバスの中から見たのが、最初に乗るはずだったバスが事故に遭い、パトカーとかがいっぱい来ているところだった。そんなもん見たからかなり気分が悪くなり家に着いた後も早めに寝たんだけど、途中目が覚めテレビを見ていたら、息子が寝言で、その目は大切にしなさい、と言っていた。今でもたまに車に黒い霧を見ることがあるのがかなり怖い。うちのいとこのおばさん、母の姉、はちょっと頭おかしい人でね。まあ一言で言うと、時々昔死んだ彼氏が私を呼ぶのよ。ってセリフを親族で飯食ってる時とかに平気で言う人でね。で2年くらい前から、離婚したい、が口癖だったんだ。そいで3月にそのおばさんの娘が大学に合格して、じいちゃん、母方、の家で親族で集まって合格祝いしたんだよ。で最初は和やかな雰囲気だったんだけど、しばらくするとおばさんがまた、離婚話、を始めてね、旦那子供の前でね。で旦那さんはほんとすげえ良い人で、どんだけ良い人かって言うと長くなるから割愛すっけど、とにかくできた人でね。その、離婚話、ってのがいかにおばさんの勝手な話かってのは、もうおばさんの母親である家のばあちゃんとじいちゃんが旦那さんに泣いて謝るくらいなんだ。そいでまあ祝いの席で始まった離婚話。最初はみんな、またかよ、ってスルー方向だったんだけど、ふとおばさんの娘の方見るとなんかすげえ泣きそうだったのね。もう恥ずかしくてしょうがないみたいな感じね。娘はすごい頑張り屋でほんと今どき珍しいくらいいい子でね、普段の彼女知ってるから。なんかそれ見たらすげえ腹が立ってきてさ、でじいちゃんも真っ赤になってて今にもぶち切れそうだったから。地域しょい、俺がやってやるー、って思って、おばさんいい加減にしろよ、中略、みっともないぞ、的な言葉を言ったわけです。ええぶち負けましたよ親族代表としてね。12。あん時のおばさんの顔は今でも忘れないね。最初真っ赤になった顔が一気に真っ青になっててってね。で俺が喋り終わるやいなや。あんたみたいなガキに何がわかるってのよ。って調子合うと。ほんと内心すげえ怖かったけど、でも、よく言った。って顔してる親族一同の顔見たら。ここで退いたらダメだと思ってなおも喋り続けるとほんと顔面蒼白になってね、ふらつき出したんだ。でさすがにこれ以上はやばいかな?って思ったうちのママンが。それくらいで、うん、先に帰ってなさい。って俺ら子供つどはお家に戻るように促したのね。ちなみにうちとじいちゃん家は同じ敷地にあってね、徒歩10秒ぐらいなの。そいで俺と姉貴と弟といとことで家に帰って、4人でゲームやってたんだ。いとこにはほんと何度も謝ったんだけど楽に。ありがとう。とか言われて姉貴と弟には、よく言った W、とか言われて、正直まんざらでもなかったんだ。
しばらくするとうちのママンが戻ってきてね、開口一番にこう言ったんだよ。マジで一言一句忘れもしない。今すぐ荷物まとめておじいさん、親父ほう、のとこに逃げなさい。ってね。じゅうさん。は？何かあったの？ワクワクが隠せない姉貴と弟の声のトーンとは超対照的にママン声のトーンは低くてね。とりあえずいとこに遠慮して廊下で二人で話してたんだ。あの後はもうあんたに対するバリ雑言の嵐よ。バリ雑言なんてもんじゃないわよ。殺す。って言ってたわ。もう誰が何言っても聞きやしないし、今晩おばあちゃんの家に泊まるみたいだし。遠くから聞こえる桃鉄の BGM。あんなに暗く聞こえたのは初めてだった。とりあえずいろいろ突っ込みたいこともあったけど、まさか W？ って笑って部屋に戻ったんだ。その後おじさんが来たりいろいろあったんだけど結局11時頃にはおじさんといとこはおばさん残して帰ってね。で3時ぐらいにはママンもパピーも弟も寝てて俺と姉貴2人で映画見てたんだ。電気消してね。そしたら庭の方から砂利の上を歩く音がしてね。もうそん時は前置きなしで俺も姉貴も直感したんだ。おばさんだ。映画の音量下げて耳凝らして外の音聞いてると確実に俺の部屋の窓んとこぐるぐる回ってんだよ。最初は面白半分で笑ってた姉貴も急にマジになってさ。私がうまく足止めするから裏口から逃げろ。ですぐ車庫に行け。こりゃほんと冗談じゃないよ。とか言い出す始末でね。俺も軽くパニクって何かバッグに下着とか詰め始めてね。とりあえず車のキーと財布と携帯とタバコ持って裏口でスタンバイしたんだ。そんで同時タイミングで外に出る俺と姉。14。俺の部屋の窓と車庫は7メートルぐらいあって。今のままじゃ下手すりゃ車に乗ろうとするとおばさんと鉢合わせになっちゃうんだ。だから物陰に隠れて耳を凝らしていると姉貴の声が、おばさんどうしたのこんな時間に？そっから先は姉貴の声しか聞き取れなかったけど、なんかだんだん声が離れていった感じがしたのね。そんで時折笑い声とかすんの。さすが姉貴はおばさんに超好かれてるだけあんな、とか思いながら、ダッシュで車庫に行って車のエンジンをかけたのね。よし。いける、そう思い、ギアをバックに入れてライトをつけると、ライトの先にはものすごい顔をしたおばさんの姿が映ってたんだ。あの瞬間は本当に背筋が凍った。だってさ、作業用スコップ持ってたんだもん。そっから先は鬼バック、急発進。チャーリーなエンジェルも真っ青なフルスロットル。15。近くのコンビニについて速攻姉貴に電話をすると。いやスコップですよ W。でもやっぱ完全に殺意の対象はお前のみ、あたしとか全然笑顔でトークしてたよ。あの主席で誰もお前のことをフォローしなかったのは大正解だったね W。と大爆笑な姉。殺意の対象が俺のみじゃなかったらあんな無茶なことしねえよ。とか言いつつも内心家族が心配でその日は姉貴と弟に寝ずばんを持ち武装した状態で、そして明け方着いた祖父の家で自分の車を見てびっくり。傷だらけ、ひっかき傷だらけ。つかおばさんさ、車庫にいたのかよ。おばさんはその数日後神奈川高の病院に入院して今は退院して元気だそうです、多分。それまでいろんな心霊スポット行ったりしたけど生きてる人間が一番怖いです。あるアパートに一人の女性が引っ越してきた。その女性は、父親が誰かわからない赤ちゃんを連れていた。家事と育児に追われる日々を送るうちに、女性は、徐々に子供を疎ましく思いつつあった。女性が引っ越してから半年が経ち、家賃の支払いが遅れていたことに文句を言おうと、大家さんが女性の部屋を訪ねた。合鍵を使って部屋に入ると、
すでに室内はもぬけの殻だった。ほこりまみれの部屋の隅に、黒い大きめの人形がポツンと置かれていた。大家さんがそれを手に取ろうとしたその瞬間、人形の色が黒から白にすごい速さで変わってしまった。しばし呆然とした大家さんだったが、人形をもう一度よく見ると、謎が解けた。人形に見えたのは、赤ちゃんの死体であり、黒く見えたのはおびただしい数のゴキブリが、死体に群がっていたからであった。これは俺の体験した話です。数年前、友人 A にタン試しに行かないか?と誘われ。半端無理やりに近い形であるローカル線の踏切に行くことになった。この踏切は曰く月らしく、列車があまり通らないローカル線にもかかわらず、飛び込み自殺が後を絶たないことで有名だったらしい。その友人 A は夜の0時ちょうどに踏切前でクラクションを鳴らすと自殺者の霊が出るという。どこにでもありそうな。噂話を聞いて早速試したくなったそうだ。それに付き合わされる俺にとっては某迷惑な話である。友人 A の運転する車は内心渋々嫌々な俺を乗せ、高速道路で3時間。高速道路を降りて、そこからさらに2時間かけて俺と友人は九段の踏切前に到着した。時間はすでに午後11時を回り、踏切の周囲は完全に真っ暗、周辺に家屋どころか街灯すらなく。明かりはというと弱々しい蛍光灯が薄らぼんやりと踏切を照らすのみと、見た目だけでも不気味な雰囲気が漂っていた。当の友人はニヤニヤと笑みを浮かべつつここがあの話の踏切かと嬉しそうにつぶやいていた。で、俺は、というと、さっさと終わらせてくれ。と心の中で思いつつ、MD ウォークマンの音楽を聴いていた。そんなこんなしているうち2時間も流れ時刻は0時前、友人はそろそろだなとつぶやきスタンバイをする。無論、0時になると同時に車のクラクションを鳴らすためである。友人と俺、いやいや、は携帯電話で時報を聞き、0時までのカウントダウン開始をする。時報、午前0時ちょうどお知らせしますピピピポーン。友人A よし、今だ。パパー、夜闇を切り裂くように友人の車のクラクションが周囲にこだましただけだった。いくら待てども、夜闇にぼんやりと浮かび上がった踏切には幽霊どころかそれらしいものすら現れなかった。そして当の友人は機嫌悪そうになんや結局何も起きなかったやんとぼやく始末。俺は、ほらな何も起きなかっただろ?といった感じの冷ややかな視線で機嫌悪げな友人を眺めていたと。カン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 。こう垂れる友人と呆れる俺の笛をつくように踏切の警報器が鳴り始め、列車の接近を知らし始めた。俺と友人はその笛打ち地に少々驚きつつもこんな時間にも電車が走るんだな、とか。走るとしても回送列車だろ、などと話しているうちに。がぁ、ガタンゴトンガトンゴトン。妙に古びた炭鉱電車がモーター音を響かせつつ踏切をゆっくりと通過していった。結局、それ以降は何事も起きることもなく、少し不満げな友人と少し疲れ気味の俺は、帰路に着いた。だが、俺は、少し妙なことに気がついたあの時走っていった電車である。電車がゆっくりと走っていったため、目で確認できたことだが、その電車は深夜にもかかわらず、車内は妙に混んでいたのである。おまけにその乗っている人は老若男女様々で一様に正気のない表情を浮かべているように見えた。俺は、その見たことを妙に思いつつも、その時は近くに祭りでもあって、その帰りの人で混んでいたのかな?と勝手に自己解釈したのであった。そしてそのタン試しから数日後、俺は、別の友人 B と酒を飲みつつバカ話をしていた。当然のことながらそのタン試しの話も話題に出し、A が意気込んでいたのに結局何も起きなかったこと。
そしてその直後に電車が走ってきて少し不気味だったことを友人、悪友ではない方、に話した。とその途端に友人の顔色が変わり、おい、お前そのタン試しをしたのは何時の話だ?と聞いてきたのだ。俺は、急に顔色を変えた友人 B に首をかしげつつえ、数日前の話だぜ?と答えた。嘘だろ?それはありえない話だぞ。あそこはとっくの昔に廃線になって、線路すら残っていないのだぞ。少し鉄の入った友人 B の話だと、その踏切のあるローカル線は数年前に廃止となり、その踏切も線路もすべて撤去されてされており、何も残っていないというのだ。俺は、友人 B の話を黙って聞くしかできなかった。あの日、俺と友人 A が見たあの踏切と電車は一体何だったのだろうか?そしてその電車に乗っている乗客は一体何ところへと向かっていたのだろうか?それは誰にもわからない、知るのはその車内の乗客だけなのだろう。その時以来、俺は、真夜中の踏切で電車が通るのを待つのが嫌になった。夜の闇の中から、あの時見た電車が来ると思うと背筋が寒くなるのだ。なぜかというとあの時の電車の乗客はみんな、正気のない目でこちらを見ていたのだから、まず昨日の晩ご飯を思い出してください。そして食べてる時を頭の中で再生してください。できましたか?もし、自分の目線が再生されたなら問題はありません。後ろから食べてる姿が再生されたならそれはあなたについている霊からの目線です。気をつけて。21、友達から聞いた話。ある女性が海外旅行をしていた。初日から買い物や食べ歩きを楽しんだので夜になると疲れてしまい、その日はホテルへ戻り、寝ることにした。ところが、しばらくして車のクラクションの音がして目を覚ました。うるさいな。と思い、窓から顔を出すと、霊柩車が止まっていた。クラクションがやみ、運転席から青白い顔の男が顔を出した。もう一人、お乗りになれますよ。女性は気味悪く思い、慌てて窓とカーテンを閉めしばらくしてから再び外を見ると霊柩車も男もいなかった。不審に思いながらも再び眠りについた。翌日になり、ホテルのフロントで、昨日深夜に霊柩車に乗った男がクラクションを鳴らしてよく眠れなかった。特徴を言うと、昨夜は誰も泊まりに来てませんし、霊柩車も通ってませんでしたよ。と言われた。女性は不思議に思いながらもその日も観光名所へ行ったり、買い物などを楽しんだ。隣の町へ足を運んでみようと思い女性がバスを待っていると古めかしいバスが止まってドアが開いた。すると中から霊柩車の男が顔を出した。もう一人、お乗りになれますよ。女性が、結構です。と断ると、バスは行ってしまった。周りにいた人を見渡すと誰もさっきバスが来たことに気がついてないみたいだ。女性は少しだけ怖くなった。22。隣町へ着いて、女性はデパートへ向かった。2階にある婦人服売り場へ行こうとしてタイミングよく来たエレベーターへ乗ろうとした。ドアが開くと、中からまたあの男が出てきた。もう一人、お乗りになれますよ。女性は驚きと恐怖で叫びそうだったが、なんとか、結構です。とかの泣くような声で断った。男は無言でエレベーターへ乗り込んだ。ドアが閉まった途端、中から何かがちぎれるような音と、凄まじい悲鳴。大きなものが落ちたような音がその場に響き渡った。ワイヤーが切れ、エレベーターが落ちたのだ。
中に乗っていた10名の乗客は全員死亡。不思議なことに、女性が見た霊柩車の男と証言の合う人物は誰一人いなかった。あの男は一体何だったのだろう。74、私が中学2年の時の話です。休み時間、いつも使ってる方のトイレとは違うトイレに行った。確か、いつも使ってる方が清掃中かなんかで入れなかったからだったと思う。で、そのトイレに行き、なぜか一番奥しか紙がなかったので仕方なく一番奥に入った。その時から、なんか嫌な感じはしていた。そして、私がその一番奥のところから出ようとした瞬間、そこに誰かいるの？小さい女の子の声だった。しかもそのトイレには私以外いないはずだった。入る時に誰もいなかったし、それは間違いない。後から誰かが入ってきた可能性も絶対ありえない。そして、最も恐ろしいのはその声は私の頭上あたりから聞こえてきたということだった。そんなところに人がいるはずない。ましてや小さい女の子の声が聞こえるなんてありえない。私は、そのまま一目散に逃げた。もちろん、頭上を見る勇気なんてあるはずもなく。でも、気配を感じた明らかに何かが、いた、のだ私の頭上に。あの時上を見なくて本当に良かったと思う。このことを友達に話しても信じてはもらえなかった。でも、私は、確かに聞いた、あの声を。26。私の家の近所、数軒先に先日まで空き家だった家があります。もう築30年ほど経つ古い家です。昨年、前の持ち主が他界されたので売りに出されておりました。その家にまつわる話です。前の前の持ち主、計算はごくごく一般的な家庭。両親と中学生の娘の3人暮らしでした。娘さんは少々神経過敏なところがあり、中学に上がってから親と衝突が絶えなかったようです。そして15歳になった夏、いつものように親子喧嘩した娘は、風呂場で手首を切って狂言自殺を図ろうとしました。風呂に入り手首を切り、そして貧血のため意識を失ったようです。30年前ですから、今のようなお湯を入れて終わり、という風呂ではありません。ガス風呂です。娘は真っ赤に染まった風呂の中で湯だった状態で発見され、体中ふやけていたそうです。K さんはその事件の後、すぐに引っ越されました。K さんが引っ越した後、今度は I さん一家が引っ越ししてきました。I さん一家は両親、大学在学中の兄、中学生の娘の4人一家。兄は市外の大学だったため、夏休み以外はほとんど家に帰ることはなかったようです。中学生の娘はおとなしく、親に従順な子だったそうです。その娘が15歳の夏、体育の授業で飛び箱に失敗し頭から落ち、脳内出血で亡くなりました。原因は友人が壊れていた飛び箱をよく押さえていなかったからだと、母親は娘の友人を恨んでいたようです。この頃私の母親も、愛家を訪れる娘の友人の姿をよく見たそうです。そして半年後、今度は母親が骨肉種を噛み、最後は眼球、鼻、唇など、すべて犯されたため手術で切り取り、まるでのっぺらぼうのようになって亡くなったそうです。27。そしてその母親の死後から1年も経たないうちに、愛家のご主人は友人の紹介でご家さんをもらうことになりました。ご家さんをもらった愛家ですが、ご家さんはなかなか明るい方で近所付き合いも上手。息子ともうまくやっているようで、この家の住人も今度こそ落ち着くだろうと近所の人々は安心しておりました。しかし、結婚して1年後、
コケさんは風呂場でガス中毒、鳥ガスを作っていたため、で倒れ、KAの娘のように湯船の中で湯だった状態で発見されたのです。当時私は、幼かったのですが、救急車とその家との雰囲気をはっきりと覚えています。まがまがしい、異様な、近所では噂が立ちました。あの家に住む女性はみんな死ぬ。亡くなったボケさんに至っては、経営の娘と同じ状態で発見されたため、娘の呪いかもしれないと囁かれました。いつしか噂は町内の外に漏れ、近隣住民では誰も知らぬものはないほどの有名な家となりました。家のご主人はそれからもこの不名誉な噂が立った家にずっと住み続けました。24年の年月が流れ、住民の様子も変わり古くから住んでいる者も、噂を口にすることがなくなっていました。そして昨年、愛氏は亡くなりました。息子さんが家を売りに出したのは今年になってからでした。古いということと、家の雰囲気がどことなく暗いことから買い手がなかなかつかない様子でしたが、今年の夏町内の貸し屋に入っていた一家の引っ越しが決まりました。一家は4人、家中の明かりを差して、今まで暗かった空き家にすっかり活気が戻ったように見えます。しかし、古くから住んでいる町内の者は皆息を潜めてことの成り行きを見守っているのです。なぜなら、一家の娘は現在14歳。来年は15歳。あの家に住んだ娘は16歳になれないからです。子供の頃の話。子供の頃、僕は2階建ての借家に住んでいた。母親も仕事をしていたので、学校から帰っても自分一人のことが多かった。ある日、夕方遅く学校から帰ってくると、家の中が暗い。お母さん、と呼ぶと、2階からか小さな声ではーい、と、答える声がする。もう1回呼ぶとまたはーい。自分を呼んでいるような気がして、2階へ上がる。階段を上がったところでまた母を呼ぶと、奥の部屋からはーい、と声がする。奇妙な胸騒ぎと、一刻も母に会いたいのとで、奥の部屋へゆっくりと、近づいていく。その時、下で玄関を開ける音がする。母親が慌ただしく買い物袋を下げて、帰ってきた。俊介、帰ってる？明るい声で僕を呼んでいる。僕は、すっかり元気を取り戻して、階段を駆け下りていく。その時、ふと奥の部屋に目をやる。奥の部屋のドアがキキキとわずかに動いた。僕は、一瞬、ドアの隙間に奇妙なものを見た。30。これは僕が3年前に体験中か、幽霊を見ちゃった話です。某 RB 社は地方社員のために全国どこでも寮を用意していてくれていました。僕は、大阪の寝屋川市に勤務が決定しました。寮に案内されたのですが結構古いマンションで、雰囲気もなんとなく悪そうでした。部屋の番号は305号室。305号室には、僕と会社の先輩が2人、一緒に住んでいて、3DK。やっぱ寮というものは階段がつきものでして、このマンションで自殺した人がいたとか、マンションの前の道路ではよく交通事故が起こるとかで、私もよく事故を見ました。それから3年後、後輩もできたある日、先輩、愛さん、が体験した話を聞かせてくれました。風邪をひいて異常な高熱でうなされてたらしいんです。もう一人の先輩、K さん、が会社から戻り様子を見に部屋に行くと、愛さんがベランダから飛び降りようとしてるではありませんか。必死でベッドに引き戻すとそのまま寝ちゃったそうです。その時のことを愛さんは覚えていました。気味悪い女が俺の手を引っ張って連れて行こうとしてたんだ。って？僕は、それを聞いて寄せばいいのに。おっし、今晩怖い話大会しよう。
ってことで K さんの部屋に友達集めました。結構怖い話なんだけどなんか物足りないと思い、女の子たちの反対を押し切って部屋の電気を消しました。ものの5分も経たないうちに僕の隣に座っていた女の子が、ねえ、頼むから電気つけて、って僕の T シャツを引っ張るんです。僕、消したばっかじゃん、女の子、いいからつけて、涙声です。31、しぶしぶ電気をつけるとその女の子は血の気がうせた顔をしてました。僕、どうした?女の子、あそこ、ベッドを指差し、それで僕と愛さん以外みんなが怯えまくって中止になりました。ここまではよくある話ですが、その夜から奇怪なことが起こるようになりました。まずその夜、僕の後輩が夜中に飛び起き、トイレで嘔吐していたので聞いてみると、金縛りになって誰かに首を絞められた、泣いてました。次の日、休日の K さんが昼頃テレビを見てると玄関を開ける音が、誰かが上がってきました。ぎーっと部屋のドアがかすかに開き振り向いてみると、5センチメートルほど開いたドアの向こうに女の人が立ってこちらを見ていたそうです。他にも僕の部屋に誰もいないのに、あの部屋、絶対今誰かいてる、気配がすごい。僕が体験したのが、会社から一番初めに戻り、風呂には行ってると、誰かがマンションに入ってきて、こすりガラスの甲の水地場で手を洗う音がしてたり、そして極めつけ、K さんの部屋で一緒にテレビを見てました。K さんは違う番組を愛さんの部屋で見るため部屋を出て行きました。当然 K さんの部屋には僕一人、隣の部屋では K さんと愛さんの楽しそうな笑い声が、僕も一緒に見ようと思い振り向いたその時、開け放たれてる部屋のドアの右上から、長い髪をした顔が、生首というには少し違和感があり、あの高さから、こっちを覗いていました。僕が恐怖で固まってるとその顔は愛さんの部屋に入っていきました。それ以来、怪奇現象は不思議とピタリとやみました。愛さんにこのマンションで自殺した人って女の人?と聞いてみましたが、中年の男性だったそうです。では、あの女の人は誰なんでしょう?実はというか、母から聞いた話、肉親の話だから嘘じゃないとは思う。母の昔の記憶だから、多少曖昧なとこはあるかもしれないけど。母がまだ子供の頃なんだけど、遊んで家に帰ってきたら、今の雰囲気がいつもと違う。そん時は家に誰もいなくて、母一人で、何が違うのかよくよく考えたら、飾ってあった人形の位置が変わってたんだと。普段はサイドボード?食器棚みたいなやつ。の中に入れて飾ってるはずが、なぜか床にうつ伏せの状態で落ちてたらしい。母の母、俺のばあちゃんな、は几帳面な人だったから、人形を放り出してどっかでかけるなんてありえない。母はそう考えて、最初は泥棒が入ったんじゃないかと疑ったんだそうだ。だけど、部屋の中の他のものは全く動かした形跡もないし、何か気持ち悪いなと思いながら、母は元の場所に人形を戻しておいた。そうしてるうちにばあちゃんが家に帰ってきたんで、母が聞いたらしい。人形床に落ちてたけど、動かした?みたいな感じで、そしたらばあちゃんは血相変えて、本当か?と慌て出したらしい。慌て方が尋常じゃないんで、母も怖くなって、ばあちゃんに何が起きてどうなったのか聞いたらしいんだが、教えられない。の一点張り、とりあえず、母の父、俺のじいちゃんだ。が仕事から帰るのを待ってたんだと。じいちゃんが仕事から帰ってきて、ばあちゃんが早速そのことを報告すると、じいちゃんがいきなりばあちゃんを張り倒して、だから捨てろと言ったんだ。ともうぶち切れ。その日のうちに、車で1時間以上かかる距離の寺まで行く、
と言ってジジババは出て行ったんだと。母は一人残されて心細く思いながらも、寝たんだそうだ。そしたら夢の中にその人形が出てきて、今の中を飛び回ってる夢を見たらしい。普段見慣れてる人形の姿じゃなく、もっと人間っぽい質感になってた。と母は言ってたが、昔の話だし、夢の中のことだから俺にはわからん。朝になって母が起きてくると、ジジババが疲れ切った顔して朝飯食ってた。昨日は一体何があってどうしたんだと母が聞いても、あなたは心配しなくても大丈夫。と取り合ってくれなかったそうで、母はもやもやしながら学校へ行った。で、学校から帰ってくると、ばあちゃんがその人形を丁寧に拭いている。特に足の裏を念入りに拭いていて、何をしてるのか聞いてみたが、ばあちゃんは教えてくれない。ちらっと見えた人形の足の裏は、泥がついたみたいに真っ黒くなってて、ばあちゃんがそれを拭いてるように見えたらしく、さすがに母も気持ち悪くなり、ばあちゃんを問い詰めた。で、ばあちゃんが白状した内容が、人形は昔からばあちゃんが大事にしていた。ばあちゃんが子供の頃から、大事にしすぎて、じいちゃんと結婚する時も、捨てるに捨てられず持ってきた。以前も人形の位置が変わったり汚れたりしたことがあり、寺に相談に行った。寺の住職の話によると、ばあちゃんが人形を大事にするあまり、人形自体に念のようなものが移り、霊的なものも入り込む受け皿になった、とのこと。その時は、住職にお経を唱えてもらって静まった。住職からは、このまま家に置いておくとまた良くないものが入るから、寺に預けた方がいい。と言われたが、大事なものなので断った。昨日もその寺に人形を持って向かったはずが、寺についてみると人形がどこにも見当たらず、仕方なく帰ってきたら、玄関先に人形が落ちていて、足の裏が真っ黒だった。箱に入れて持って行ったので、出るときに玄関先に落とすということはありえない。その話をしてる間中、ばあちゃんは人形の足の裏を拭き続けていて、母は子供心に、ばあちゃんがよっぽどその人形を大事にしてるんだな、ってことと、その人形には、まだ何かの霊が取り付いているんだ、ってことを思って、どうしようどうしようと考えてたらしい。じいちゃんが仕事から帰ってきて、母はじいちゃんに相談した。じいちゃんも、前回人形がおかしくなった時にひどい目にあったらしく、詳しくは教えてくれなかったそうだが、今回はどうしても人形を処分したかったらしい。で、ばあちゃんに言うとしぐられるだろうから、ってことで、ばあちゃんが寝てから、こっそり人形を寺に持っていくことにした。母も人形に対する怖さが先に立ってしまって、それに賛成したらしい。で、その夜、じいちゃんは人形を持って出かけて、そのまま帰ってこなかったらしい。人形はというと、次の日の朝、玄関先に落ちているのをばあちゃんが発見した。ばあちゃんはそれっきり、人形を誰にも見せなくなったらしい。ばあちゃんはそれ以来、どこかおかしくなってしまったみたいで、じいちゃんがいなくなったのもあったみたいだが、結局母は、おじの家で暮らすことが多くなったんだと。そんな暮らしをしてる間に母も大きくなって結婚して、俺が生まれるちょっと前に、ばあちゃんは病気で入院した。母がばあちゃんの部屋を整理していると、押し入れから箱に大事に入れられたあの人形が出てきたらしい。それを見て母は愕然としたそうだ。人形の顔一面に、何かを浴びたような黒いシミがあり、人形の至るところにお札が貼ってあったり、経文が書かれていたりの、それはすごい状態だったらしい。母は慌てて寺に行き、住職。その頃は前の住職も亡くなってて、次の代だったらしい。新家まで来てもらい、お経をあげてから寺に引き取ってもらったんだと。で、お経をあげ終わって、母が、ありがとうございます。って言って、住職をさておくろうかって時に、病院から連絡が入って、ばあちゃんが大変だ。と、母が急いで病院に駆けつけると、ばあちゃんはもう虫の息だったらしく、
しばらくしてそのまま亡くなったそうだ。ばあちゃんのお骨は、母の希望で、寺でしっかり払ってもらった後の人形と、一緒に埋められたらしい。人形とばあちゃんの因果関係とか、じいちゃんが結局どうなったのかとかはわからんのだが、ついさっき母に聞いた話だ。母の解釈は、じいちゃんは寺に人形を預けに行く途中に何かあって、多分もう生きてないだろう。当時捜索願いも出したが、うさんくさい目撃情報しかなかったらしい。人形について多しみは返り血じゃないか、ばあちゃんはそれを理解しておかしくなったんじゃないか。ってとこで落ち着いてた。じいちゃんもばあちゃんも、病気で死んだ。としか聞かされてなかったからショックだ。しかも俺、来週ばあちゃんの墓参り行くんだよ。143がお墓参りに行ったとき、もしその埋めたはずの人形が、ちょこんと部屋の隅に置いてあったりしたら、どうするよ。おめが、怖いこと言わないでくれ。俺もさっき聞いたばっかだし、自分の親父行方不明になった話だってのに、母はやけに普通に話すし、人形の種類書き忘れたけど、一末人形だって言うし。体験談じゃないけど俺の部の先輩、かな？の3年前の話。サークルの一環で御巣鷹山に登ったとのこと。二人一組のチームで3チームに分かれて山小屋を目指すものだったらしい。先輩は友人と一緒にゆっくり時間をかけて登るルートを取ったため5、1時間ほどで、日没&ゴールのところだった。ふと顔を上げると場にふさわしくないスーツ姿の30代の男性が立っていた。おかしいなと友人と顔を見合わせその男と挨拶を交わそうとすると男の方から、爽やかに挨拶が来た。こんにちは、暑いですね。と。確かにあたりは日が落ちたとはいえ夏場。確かに暑いがスーツ姿は大変暑そうに見えたらしい。だが先輩は東京出身で標準語なのでその男の姿はともかく、言葉遣いに好感を持ったそうだ。先輩がその男に話しかけようとしたら先輩の言葉を遮るように、申し訳ないけど、東京ってどっちの方向？となぜか照れくさそうに質問してきたという。先輩の相方が磁石を見て東京の方角を教えると、ああ、ありがとう。と丁寧に礼を述べ、その丁寧さと相反するように。すごい勢いで道もないところを降りていったという。先輩は後で気がついてゾッとしたそうです。飛行機事故のことを思い出して。37。入社3年目の6月、私は愛知県の営業所へ転勤となり、引っ越しすることになった。会社が探してくれた 2DK のアパートは一人身には広すぎるようにも思えたが、入社以来、狭い寮で生活していた私の目には非常に魅力的に映った。職場にも近いし家賃も安い。何より風呂付きなのが最高だった。引っ越して何日目かの夜、風呂でシャワーを使って髪を洗っている最中のこと。水流でぼやけた視界の隅に、一瞬妙なものが映った。浴槽のヘリに置かれた寮の手。慌てて目を見開いて向き直ったが、手などどこにもない。目の錯覚だろう。その時は、そうやって自分を納得させた。しかし、そんな少年を嘲笑うかのように、それ、わしばしば私の前に姿を見せた。シャワーを浴びている時、石鹸を置いて振り返るとき、洗面器に手を伸ばしたとき、視線が浴槽をかすめるその一瞬に、私の目が、それ、を捉える。浴槽のヘリにしがみつく白い手、半ば反射的に視線を戻しても、次の瞬間には跡形もない。それでも、回を重ねるうちに、それ、が子供の手だということに確信するようになった。1ヶ月ほど経ったある休日、私は部屋の整理をしていた。
荷物を収納しようと、備え付けのキャビネットの一番下にある引き出しを開ける。そこに敷かれていた厚紙を引っ張り出すと、その下にあった何かがひらりと床に落ちた。拾い上げてみる。幼稚園児くらいに見える男の子の写真だった。とっさに風呂場の手を連想し、気味が悪くなったので他のゴミと一緒に捨てた。38。その日の夜、テレビを見ていると浴室から何やら物音が聞こえた。行ってみると、普段は開け放しの浴槽の蓋が閉じられている。開けてみると、冷や水がヘリギリギリまでいっぱいに溜まっていた。夏場はシャワーのみで済ますため、浴槽に湯を溜めることなどないはずだった。考え込みながら水面を眺めるうちに、私の背後にすっと影が立つのが見えた。肩腰に、髪の長い女の姿、どん。不意に背中を押され、私は、頭から冷や水に突っ込んだ。慌てて持ち上げようとする頭をすごい力で押さえつけられる。もがいて逃れようとするがびくともしない。肺から空気が逃げ出していく。パニックに陥る寸前、私は、床を蹴って浴槽に身を踊らせた。体を回転させると、浴槽の底に手足をつき、全力で体を持ち上げる、ザバー。水面を破って立ち上がると、呼吸を整え、周囲を見渡した。誰もいない。40。風呂場の扉は開いているが、外の様子は伺い知れない。風呂場から出る勇気が出ないまま、私は、浴槽の中に立ち尽くしていた。さわ、ふくらはぎに何かが触れた。小さな手にゆっくりと足首をつかまれる感触。私は、悲鳴を上げ、ずぶ濡れのまま浴槽から、風呂場から、アパートから飛び出した。私が引っ越す前、ここに誰が住んでいたのか？ここで何があったのか？大家はそれを語ろうとしなかったし、私も聞こうとは思わなかった。それから部屋を引き払うまでの約一週間、浴室の扉の前には荷物をいっぱいに詰めた段ボールを積み上げておいた。107。かかし、俺が高校の時の話、田舎住まいなので通学する時にはいつも田んぼの脇道を通っていた。その日も家に帰るため、いつものように田んぼの脇道をカエルの鳴き声を聞きながら歩いていた。すると田んぼの中にピンク色の割烹着のような服を着た人が立っているのに気がつく。ああ、田植えか何かしているんだな。そう思ってよく見てみると、何か動きがおかしい。片足で腰をくねくねさせながら。白いビニールの紐のようなものを新体操をしているかのように体の周りでぐるぐるさせている。なんというか、フラフープをしているような、そんな動き。変な汗が俺の体中からふつふつと湧き出てきた。しかもそれは片足でケンケンしながら少しずつこちらに近づいてきている。ゲコゲコとカエルの鳴き声が響く夕焼けの田んぼの中で俺は、なぜか動けずにそれを見ていた。腰をくねくねさせてぴょこぴょことこちらにやってくるそれに顔はなかった、というか見えなかった。写真でブレた時みたいな、激しく顔を振っているそんな感じ。体は普通に見えるのに、まるで顔の部分だけぼやけているというか。俺は、目がかすれたのかな？と思い何度も目をこすってみたがそれの顔は相変わらず見えない。しかも、もう目の前まで来ている。ああ、こらもう俺の人生終わったな。そう思ったと同時に涙がものすごい勢いで流れた、目が痛くて開けていられないほどに。俺は、その痛みと恐怖で気絶してしまったらしく、次に目を開けた時には自宅の布団の中でした。109。そこには俺を囲むように親父と祖父、祖母と近所の坊さんがいて、何やら念仏のようなものを声を揃えて唱えている。なんだかその状況がおかしくて、ブフッと吹き出すと祖母が、じっとしてろ。ぐっと俺の体を押さえつけて低い声でそう言った。
結局それは俺が目覚めてから1時間ほど続いたのかな。その後、祖母に聞いた話では、俺が出会ったあれは、カカシの神様、とかなんだけど、そのカカシは寂しかったのか何か知らないが、俺を自分の仲間にしようとしたらしい。連れてかれたら一生泥の中で暮らさなきゃいけねえんだぞ。と祖母は最後に言いました。おかげで今でも田んぼにカカシがポツンと立っていると怖くてしょうがないです。後日談、親父に電話でいろいろ聞いてみました。気絶した俺を見つけたのは近所の人だった。田んぼの脇道に人、俺、が倒れていたので、まさか、と、近づくと涙を流したまま倒れている俺、その目の前に俺を見下ろすような形で立っているカカシ。やっぱり、そう思い俺の祖父や坊さんに知らせたそうです。昔も似たような事件が何回かあったみたいです。ほとんどの人は助かっているそうですが発見された時には、目の前のカカシを見つめたままケラケラと笑い続け、カカシの側を離れようとしない者も何人かいたそうです。110. さらに嫌な話も聞いてしまいました。何でも昔々の食糧難の時に、その村にいる役立たずの人を、食いぶちを減らすために殺してしまうそうです。しかし、ただ殺すだけではと田んぼを荒らす獣のぞけみと、逃げられないように足を片方切断して白装束を着せ、田んぼに立てかけた十字架の木に縛り付けてしまう。片足、両手などを縛られてほとんど身動きできないその人は、そこから抜け出そうと体をくねくねさせる。それを遠くで見る村人は、あれなら後に、3日は余裕で持つな。と話すそうです。縛られた人は大体が鹿日射病で死ぬが、中には熊や野犬などに食われてしまう人もいるそうです。獣のぞけになっていない。まあ、そんな非道なことをやってれば、たたり屋なんだで、その村にいろいろ起こったので。ここら辺のことは親父も祖父に教えてもらえなかったみたいです。生きたままカカシにされた人を、神様、と祭り上げた。まあ、俺の親父も死んだ祖父も無類の酒好きなのでどこまで本当かどこまでが嘘かわからんです。先輩から聞いた話です。先輩の同僚の男性は、彼女と同棲されていたそうです。とても仲の良いカップルでまさに結婚秒読みでした。ある日の夜、男性が誰もいない真っ暗な家に帰ってくると、留守番電話のメッセージボタンが点滅していました。いつもなら彼女が先に帰って晩ご飯の支度をしている時間だったのですが、その日は部屋も真っ暗で、彼女は、まだ家に帰っていなかったのです。彼女も仕事をしていたため、残業か何かで遅くなっているのかと思い、留守番電話のメッセージボタンを押したそうです。B、もしもし、私、急に仕事が入っちゃって、今から帰るから聞き、ドン、ガシャン、要件排除です。凍りつく男性を尻目に、留守番電話が冷たくメッセージを伝え終えたと同時でした。彼女が交通事故に遭い、死んでしまったことを伝える電話が鳴ったのは、91。それから男性は別人のように、力をなくしてしまい、仕事も辞めてずっと彼女との思い出がいっぱいのその部屋から出なくなったのです。それからしばらくして、みるみる痩せていく男性を心配する友人たちが集まり、半ば強制的に引っ越しを強行したのです。大方の荷物を運び終えて、あとは電話を取り外すのみとなった。その時でした。P、どこにも行かないで。留守番電話からあるはずもないメッセージが、部屋に響いたそうです。大学時代に友人から聞いた話、釣りが大好きだった友人はその日も朝から釣りに出かけていた。場所は川の上流域で、かなりの山奥である。ここから先は、
友人の語り口調で書かせていただきます。車で行ったんだけど、途中からは獣道すらなくてな。仕方なく歩いたんだよ。かなりの悪路だったな。崖も越えたし、途中熊垣を引っかいた跡もあったな。で、やっと釣れそうなポイントにたどり着いてな。早速、そこら辺の石をひっくり返して川虫を集めたのよ。俺、餌ぐらい買えばいいのに。いや、現地で取った餌は食いつきが違うんだよ。何より取るのも楽しいしな。俺も現地で餌を調達したことがあるが、あの作業は虫が嫌いな人間にとって地獄である。それ以来、俺は、もっとライクラ派だ。そんなわけで不本意ながら同意し、話の続きを催促した。虫を確保して、早速釣り始めたんだ。そしたら面白いぐらい釣れてな。ものの3時間で15、6匹は釣れたんだ。でも朝まず目が終わればさすがに途絶えるだろうなって思ってたのよ。知ってる人も多いと思うが、釣りは朝と夕方の、まず目時、が最も釣れる。けどバク釣りモードは昼を過ぎても全く終わる気配がない。生涯で最高の一時だったね。時が経つのも忘れて夢中になったよ。気づいたらあたりは薄暗くてな。もう夕方になってたんだ。身の危険を感じて、帰り支度を始めたんだよ。ふと背後に気配を感じて振り返ったら、小さい女の子が背を向けて立ってる。少し近づいて、こんなとこで何してんだい？って聞いてみたんだよ。振り向いた顔を見てよっとしたね。顔がおばあさんだったんだよ。しかも、顔が引きつるぐらい満面の笑顔だったんだ。俺もよっとした。でも病気か何かだと思って、同じ質問を繰り返したんだ。今度は丁寧語でな。そしたら笑顔を崩さないまま、いつまで？ってつぶやいたんだよ。何回も、キチだったんかなと思って、軽く会釈して帰ろうとしたんだ。そしたら、急にばあさんの声が合成音声みたいになって、いつまで生きる？って言ったんだよ。背筋がゾクッとして、こいつはこの世の人間じゃないと思ってな。すごい勢いで下山したんだよ。途中、ばあさんのつぶやく声が何度も聞こえた。薄暗い山奥で出せ？発狂寸前だったよ。ああ、最高のポイントだったのにもういけねえな。俺が税務署の職員だった頃の話。90年代の頃だが、田園調布のある家査察に入った。すると、玄関で奥さんが数珠をジャラジャラさせつつ、悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散、とひたすらつぶやいている。この家が、ある神道系カルト信仰宗教に帰依しているのは調査で知っていたが、さすがに面食いだったし不愉快だった。税務署員には珍しく短気な同僚 A は、随分と奥さんは不機嫌ですね。などと皮肉を言う。家の主人もふんっと鼻で笑い、人を食ったようなことを言う。主人、家内が言うには、どうも本日来る客人が、災いを運ぶとの夢を見たらしくてね。家には宗教関係か、まがまがしいデザインの神棚があるだけで、他は普通のセレブの家である。調査を開始。おしまい。